駅舎前景ホーム越前大野駅は、福井県大野市弥生町にある、西日本旅客鉄道越腰北線の駅である。島式ホーム一面二線と、側線数本を有し、列車交換が可能な地上駅。コンクリート平屋の駅舎を備える。2003年、駅の玄関前に、木造平屋、安らぎ空間を増設した。駅舎からホームへは、くずり湖よりの構内踏切で連絡している。 福井地域鉄道部管理の直営駅で緑の窓口が設置されている。大野市の代表する駅で、道路線内では唯一駅員が配置されている駅。2008年5月31日までは、小指北線の運営、管理を行う越前大野鉄道部が当駅に置かれていたが、翌日の組織改正により、同鉄道部は福井地域鉄道部に統合される形で廃止されている。 当路線単独の距離としては、越前花道駅からおよそ5分の3に位置する。当駅くずりゅ駅間で、列車交換できる駅はなく、このためあたり駅以南は JR では、数少なく、JR 西日本管内では、唯一のスタッフ閉塞の区間となっている。上表の路線名は、旅客案内上の名称で表記している。列車運転指令上では一番乗り場が、上り本線。 二番乗り場が下り本線となっているが、二番乗り場が上下双方向の入線、出発に対応しており、かつ構内踏切を干渉しない線路配置になっていることもあるためか、通常は両方向とも二番乗り場に停車する。2020年時点、一番乗り場に停車する列車は19時台の一本のみである。また、当駅で分割を行う列車もあり、 朝10時台に当駅まで2両で運転される、九ずりゅ行きの列車は2両目が切り離されて、折り返しの福井行きとなる。2011年3月から、駅前広場再整備の工事に着手し、約8ヶ月の工事を経て、10月22日に、新しい駅前広場の共用を開始した。ありがとうございます。